で、はい、次これ、あんちゃんが思うサムネうまいライバーランキングトップ5教えてほしいと、ランキングだとちょっとあの角が立つかもしれないのと、ちょっとマジで長考してしまうので、普通になんか5000、アンジの好きな5000とさせてほしいんだけど、ちょなんかなんなら失念して浮かばないとかもあるかもしれないから、まずアミアミアね、アミアミアさんうまい好き、参考にしてます。二次三次内にあのとりあえずあのまとめますね。なんか私にはできないタイプのおしゃれなサムネイル作るよなっていうイメージ、なんだろう、私ってあんまおしゃれってよりかはさ、チラシ系のやつ作るからさ、そう憧れがありますね。うん、なんか自分と違う路線作れたら余計やっぱり尊敬しちゃう。委員長もいいね。委員長がだからさ、サムネなんか作り方紹介を言ってて、すごいなんか、ああ、そういうとこ気を使ってるんだと思って面白かった。5000むず。待ってね。じゃ、マジむずいな。ちょっと待って。これ結構長考案件かもしれない。ちょっと待ってや。待って、思い出さなきゃだから、まず一覧を見ます。あ、マチュロも好きだよ私、うん、な気がする。ちょっと待ってや、マチュの好き、マチュアミャンミャ委員長、あと誰かな、誰かしら誰かしら、みんなうまいんだよな。マジでむずい。ちょっと待って、マジででもパッて浮かぶうまいの、待ってや、あと誰か、ちょ、二次三次で検索します二次三次、人に委託してる人はさ、もう誰を褒めてるか分かんなくなっちゃうから、なんかそれを選ぶセンスもあるとは思うんだけど、ちょっと一旦置いておきたい気持ちある。誰かな、うまい人か、んー、あ、西園さん、西園さんお上手。待ってや、むずいな。あと、シェリンさんね。シェリンさんは、見たことある。なんか、意味わかんないサムネ作ってる。なぁ。っていうイメージ。知ってる？見たことある？もう、サムネを、サムネとして、機能してないんだけど。でも技術は確かでなんかもううますぎてそれってわかんない、ね、うまく言えねえとか、今何人出た、西園さん、委員長、アミャミャ、アミャミャってか、アミャミャさん、マチュー、あ、5人出た、セニーさんだかな、かもなとかな気がする。あとまあ龍仙さんは私にサムネの作り方をなんか聞いてきただけあって、なんかすごいなんか愛おしくてたまらない愛おしくてたまらないですかな。二次三次で検索しても案外二次三次以外がめっちゃ出るわってことを今知った。うんだね、とかな気が、あ、でもひまわりさんもうまいよね。なんか、そうね。もう二次三次害を出していいなら、犬山玉木さんマジで、なんか、本当にすごい上手くてすごいなって思ってる。っていうか、あそこの、なんか、ノリプロの方みんな上手いんよね。知ってる？見たことある？みんな上手くてビビるよ。ノリプロ。みんな上手い、サムネが。どうなってるんだろう。何が起きてるんだろうね。ちょっとあんまり詳しくないんだけど、そこら辺どういう感じなのか。みんなうまいんよ、あそこの人たち。すごいわ。うん。ね。とかかな？とかかもです。個人的にはでもパッと浮かぶのはそのあたりかもしれねえ。いやでもさ、教えたからってできるもんじゃなくないっていうのがやっぱあるからさ、すごいことだと思うよ。うん。かな、まあそんなんかも。二次三次で検索しても切り抜きがめっちゃ出るってことか。あ、全然違うし、サムネ作りとはめっちゃ違うんだけどさ、あの小清水さんのさ、雑談系のサムネいいよな。なんかもう、まあ、イラスト使ってるって、なんかその
なんだろう、何か文字入れがどうのって話じゃないんだけど、毎回なんか見るたびにドキドキしちゃう。ちょっとまた違う感じになっちゃうんですけど、こう清水さんのなんか雑談のやつ、毎回なんかおひょってなる。おひょっちゃうなあ。そんな感じかも。うまいはそのあたりなのかなって印象です。うん、まあでもトップ5はだから最初にさっき言ったその5人かな。